おーいっすにゃんつって、どうも水曜グリーンのこの部大衆です。にゃんつって、月曜グリーン木村海輝です。よろしくお願いします。いいね、にゃんつって、ありがとうございます。まあ、前回猫ひたを収穫したじゃないですか。したね。しましたよね。しました。みんなで頑張りました。でも、実はそれで仕事が終わってないっていう風にこの間日曜日さんから連絡がありまして、まあ、それをやっていきたいっていうのはあるんですが、はいはい、この間ね、伊勢神宮に行ってきたの。収穫 の穀物の神様にお祈りしてきてて、たくさん猫舌で収穫できますようにと。本当に行ったんですか？本当に、そう、本当に行ってきたんです。すごい。風の宮でちゃんとお祈りもしてきたので、はい、まあ、今日何かしらの作業をして、はい、まあ、どんぐらい取れてるかとかも多分分かるからさ、はい、見えるかもしれないから、はい、期待してこうよ。おし、早速日曜日さん宅に行ってきます。はい、にゃんつって、おーいっす、おーいっす、おーいっす。こんにちは。おはようございます。おはようございます。水曜日のカナムです。よろしくです。木村です。お願いします。よろしくお願いします。最後の工程が残ってるという。そうの通りです。何が残ってるんですか？あのこれを見てもらったらちょっとわかるんですけども、はい、前回までやったのはこれまで取ったんですよね。お米の穂からこの実を外した、ね、これをね今度乾燥機にかけたのね、はい、うちで、はい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 、そうしないとちょっと水分量を調節しないと、はい、農協さんが買ってくれないんですよ、はい、それはまあ私の子供の方でやったんですけども。ありがとうございます。今日の作業はこれをこれとこれに分けてほしいの。きた、これ普段食べてる米ではないですか？近い近い近いです。精米前だよこれ。そうそう、正解正解、精米前。今日はもみすり作業といって、はい、この殻付きのもみを玄米とぬかに分けてほしい、はい、なるほど。まずは日曜日さんが乾燥機にかけてくださったお米をもみすり機に投入していきます。よいしょ。米一粒も落とさずに やりきるぞ。やばい、結構大変。想像以上にこれ力仕事だわ。あ、もみ殻を取ったら選別機にかけ、成長の悪い小さいお米や不純物を取り除きます。しっかり取れてる。ちなみにもみ殻はこの筒状の管を通って外に排出される仕組みになっています。なんか大衆くんワイルドになってる。バケツ使わなくなってました。さっき自家入れ。うわあ、ほら、よっこらせ。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。去年大城くんと同じ面積からは玄米がここにある分でね11袋できました。非常に素晴らしい。素晴らしいです。まあ、ちなみになんですが、はい、去年の大城くんは、はい、この同じね、大城くんと同じ面積から大城くんはいくつだった？ 5? あ、 6? え、そんな悪かったっけ？らしいですよね。え、5、6なんですか？ 5枚、5袋 5? 5袋だったんですが、今年は11ということで倍じゃん。倍以上一応使うことができます。素晴らしい。除草がよく効いたよね。雑草が入ってなかった。あ、もうそれが一番。やっぱじゃあ上村くんと浅田くんが除草をちゃんと巻いてくれたから。そうですね、今回それがでかかったというわけですね、うんうん、すごくそれが大きかったと思います。あの二人に感謝しましょう。今年新しく増えた面積からは こちらですね。3袋できました。そうです。そして最後にこちらのくず米が65キロ分
出ました。これは今年多いんですかね。はい、多いですね。あの今年の傾向なんですね。はい、8月頃のちょっと長雨が続いたんですよね。はい、日照不足で、はい、やっぱり大きくなる米が大きくなりきれなかった、はい、やっぱりくず米今年多いですね、どこの農家もの。今日はね、あの午後からね、まだあのトラクターで田んぼをすいてもらって、はい、それで一応田んぼの完結という話だったんで、気合い入れていきましょう。気合い入れていきましょう。じゃあいきますよ、田んぼに向かって、せーの、オーイス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 。よっしゃー、無事田んぼに到着しました。なんもないね。そうですね、本当に。何からしていけばいいでしょうか。はい、まずこの藁を立てましょう。はい、藁はこのように立てて乾燥させます。後に畑の肥料として利用されるそうです。あ、これ大変ですね、これ。これの機械とかはないんですか。ないですね。全て機械に頼ろうとすな。手でやれ、手で。結構あるね。結構あるっすけど、やっぱこれパパッとやんないと、あのまたこの前と同じような絵になっちゃうんで。急に絵が暗くなるからね。この地味な作業も一個一個意外と大変っていうのも知らなかったし、日頃何気なく食べてる米たちがいろんな人の手によって運ばれてるっていうのは、まあ、改めて自分がそれを知ってるのと自分がやるのは話別だなと思いましたね。やっぱぬかのぶくんは素晴らしい。ちゃんとお米の話してる。4人ロケが続いたじゃないですか、田んぼのロケで。浅田くんとぬかのぶくんがコメント頑張ってくれてたんで、いなくなって気づく。俺は甘えていた。あとちょっとだ。可愛いね、でもなんかこうやって見るとジブリだね。ね。じゃあ続いてこれ道に出していっちゃいましょうか。はい。さあ。やん。はあ。疲れた。もう無理。17。ああ。いやー、おかげさまで。時間はだいぶ巻いたんじゃないですか。次は日曜日さん、どういった作業になるんでしょうか。次もここの畑が空いたので機械入れて耕していきましょう。よっしゃ、行ってきます。こんなもんですかね。楽しい。様になってるよ。もう顔つき変わってるでしょ。かっこいいっす、かっこいいっす。すっげえ不安なんだけど。いや、回帰絶対できるよ。いやー、俺ハンドルはちょっと怖い。いけるいける、器用だから頑張れ。はい、よっしゃ、頑張れ。いきます。いいよ。あ、すごい。通った後の土めっちゃ柔らかい。めっちゃふかふかしてる土。これ耕すのって何のためにこうやってやるんですか。株なんかあるじゃないですか、はい、株とかあとこの藁なんか、はいはいはい、これを土に混ぜ込んで、はい、肥料にするんですよ。混ぜ込むことによって生物、はい、微生物が食べてくれるんですよ。はい、なるほど。はい、その微生物が肥料になります。あ、微生物が肥料になる。そうです、ね、え、そうだったんだ。ここまでかなり順調にトラクターでの作業が進みました。いや、おもろくなってきました。いけるぞこれ。でうまいですよね、まっすぐ。いや、うまい。木村くんは木村くんも木村くんもももう上手。うまい。もうで、もうで、ありがとうございます。いいですよ。サンキュー、上手。あかんあかん。危ない。やばい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 。加減を知ってくれよ。
やったできた。綺麗に耕したんじゃないかなと思います。よかったです。これででも無事最後の仕事が終わったということで、本当に1年間田んぼありがとうございました。田んぼ納めめでたい。じゃああとはもう、そうですね、明日明日精米して食べるだけ。そうですね、お米の等級を何等になんか分かんないですけど、はい、まあ1等がいいですよね。1等だと信じて1等のお米をぜひ、はい、ちゃんと風の宮にこうお参りしてきたんで大丈夫です。伊勢神宮の信じて。はい、それ本当に本当なんですか。本当の本当よ。本当の本当。信じましょう。はい、以上水曜グリーンと月曜グリーン木村会計でした。バイバイ。バイバイ。